おはようございます、パリ3日目です、どこに来てるかというとぐるーっと回ってみましょうかね。あまりに大きすぎて全部入りませんね。これは、ノートルダム大聖堂です。まあ、今日パリを出発するんですけども、飛行機の時間15時、今が10時半なので、パリのセーヌ川河畔の世界遺産を回ろうということで、ノートルダム大聖堂来てます。まあ、スムーズに地下鉄2号線のシャトル駅で降りて、まあ、ここで初めて外に出たんですけども、ほぼスムーズに迷わずに来れました。まあ、10分足らずで来れるんじゃないですかね。いや、もっとかかったかな、15分ぐらい、だいたい 700-800 メーターぐらいですね、離れてます。周りの建物も非常に古い建物で、やはり調和が取れてますね。まあ、でも工事もこういう風にあってますね。あそこにバスが止まってるのは観光バスじゃないでしょうか。やっぱり観光客多いですね。あそこにカフェが見えてきましたね。こういうおしゃれなカフェでカフェオレでも飲むのは素敵じゃないでしょうか。以上、ノートルダム大聖堂から深川がお伝えしました。